皆さん、おはようございます。今日は何をグルメグランプリ開催ということで、朝焼からこのような大勢の方に集まりたいと、大変ありがとうございます。またこの大会が、このようにいい天気の中で行われるということで、私たちも大変嬉しく思っております。ぜひとも皆さん方、最後まで楽しんで帰っていただきたいなということを思います。もつまでもなく、このイベントというのは年度でいきますと昨年度になりますと、実際には一昨年我々の地域まで高速道路が開通いたしました。それを記念して愛媛南予癒し博、これを県、そして周りの町と一緒になって半年間にわたり開催をさせていただきました。いろんなイベントを行いました。ただこのイベントがこの期間だけで終わったんでは面白くないということで、このイベントの中で主なもの、そしてできるものを引き継いでまいります。例えば、春にやっておりますふらり岩島伊達田町歩きですかね、町を観察していただくイベント、そしてこの食べるイベントも引き続き行っております。伊達秀船港が57基を引き連れて宇和島に来たということで、57基の武者行列というのも毎年癒し役を続けているということでございます。そしてこのイベントもその中に入るということでございます。このイベントの意義、先ほど司会者の方から紹介していただきました、我々の地域というのは一次産業が主体でございます。なんといっても海で採れるもの、そして山で採れるもの、大変自慢する素晴らしいものがたくさんあると思います。それをまず地元の人にも味わっていただいて、そして周りの人に味わっていただいて、さらに四国以外の国からもたくさんの方に来ていただけるようにしたい、そして多くの方、日本中、そして世界中の方に我々の素晴らしい国産を味わってほしいということで、こういうイベントを通じながら広げていこうということで実行している次第でございます。ぜひとも皆さん自信を持っておいしいものを味わっていただきたいと思います。特に今年はご存知とは思いますけれども、皆さんが気に入ったものを投票方式でグランプリを決める、順位を決めるという、大変去年のおとなしい方法に比べると、かなりハードなものになっております。より差がはっきりしてくるんだろうと思いますけれども、それだけ皆さんの日頃から鍛えた素晴らしい味覚、そしてセンスでもって我々の南予地域の今日参加している50いくつの美味しい食材を味わっていただきました。食事を味わっていただいて、その結果を投票ということで、ぜひとも反映していただきたいなというふうに思います。最後まで皆さんのご協力で今日のイベントがうまくいくことを、まず最大限お願いをいたしたいと思います。そしてまた、いつもですとここで挨拶終わるんですけれども、ご存知のように、この後のイベントというのは何をポッと出てくるんですかね。あとは15分から持ち待ちということになっております。人になったときに、私言われたのは、持ち巻きだけは絶対に早くしたらいかん、多少イベントの都合で数分遅れるのは許されるでしょうけれども、早くやって後から来た人が拾えなかったら怒られるということで、15分までは場をつながないかということで言われておりまして、もうちょっと喋らせてもらいたいと思いますが、一つ、天気のこと先ほど言いました。今年はお正月も全然雨が降らず、1週間雨も雪も降らなかった正月というのは、私生まれにかかっても25年になるんですけれども、初めてじゃないかと思います。それぐらいいい天気の正月を迎えることができました。その後、大きなイベントでいきますと、2週間前に対馬町の方で白魚祭りというのが行きました。この時もそこそこいい天気で結構な人に来ていただきました。そして先週はご存知の通り、宇和島歌舞伎、市川猿之助さんに来ていただいて歌舞伎をやりました。土曜日には城山の上でトークショーもやりました。2月の1日に城山に上がってトークショーをやって、いつもの通りといいますか、北風が吹いたらどうするんやということで、私は担当者に言っておりましたけれども、幸いも画期的な4月下旬のような暖かさの中で、そのイベントができたということで、今年は本当に、今日の天気も含めて天候に恵まれているなということをつくづく思っております。この調子で、癒し役の時は本当に雨ばっかりだったなということを常に思い出すんですけれども、今年は主なイベントの時には必ずいい天気になって、このように大勢の皆さんに来ていただけるということをまず一番に祈りたいと思います。
ただいい天気ばっかりかというと、私にとっては実は昨日東京におりました。宇和島クラブという宇和島出身者の方、そして関心のある方々に会員になっていただいている会があるんですけれども、その会は東京と名古屋とそして大阪、この3カ所で毎年年に1回私も出席させて、大体2月に総会を行っております。たまたま昨日は東京で関東の宇和島クラブの総会、そして懇親会をやりました。いつもでしたらホテルの上でやっておりますので、そこからは大変素晴らしい富士山が見えます。富士山見ながらこうやって食事をできるというのはここぐらいのもんですねというふうに言いながら、いつもは楽しんでるんですけども、昨日は全く外が、吹雪の中で周りが見えないという状況です。イベントが終わってさあ帰ろうと思ったら羽田閉鎖、さあてどうやって帰るかと思った時に、やはりお届けするには新幹線を乗り継ぐということですけれども、一つ途中で思いついたのは、今 LCC というのが松山空港に来ております。成田からはジェットスターという JAL 系列の飛行機が飛んでおります。成田からひょっとしたら飛ぶかもしれないなと思ったら、なんと2時間以上前に予約せんとあの飛行機は乗れないそうでございます。予約状況も、どんなになっているのかも教えてくれないということで、あえなく新幹線乗り継いで、正確に言うと今朝といいますか、今日の、1時半ぐらいに宇和島にようやくたどり着くことができたということですけれども、そういう天気の悪さも一心に私背負ってやりましたので、今年は、いい天気でできるんだろうと思います。ぜひとも今後とも、楽しんでいただきたいと思います。それともう一つ、いつのイベントやっても、特にこの前の近江の週刊の歌舞伎、なんでこんな素晴らしいことをやるのにもっと宣伝するのやということを多くの市民の方にお叱りを受けました。ただ一つ言い訳をさせていただくと、猿之助さんの日程で12月になってようやく日程が確定したという、非常に期間が短かったということがあります。ただ、いつの時代にも行政というのは宣伝ベタ、イベントやるときになかなか徹底できないという欠点を持っている。それはもう間違いないなと思います。我々としても宣伝方法、一生懸命考えたいと思いますが、それを補っていただくのは市民の皆さんだろうと思います。こういうイベントがあるよという情報交換、これからも常にやりながら、ぜひとも輪を広げていただきたいと思います。何卒よろしくお願いいたしまして、私の持ち時間大体終わりましたので、ご挨拶に変えたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。石橋市長から開会宣言でした。